どうしたの、ケイチ。昨夜は何時に寝たの？12時には寝たつもりだけど、昨日はなんだか寝つきが悪くてさ。お祭りではしゃぎすぎて興奮して眠れなかったんでしょ。違うよ。真っ赤だよ。どうしてだろう、だろう。おう、おはよう。どういうわけか寝つきが悪くてな。そんなわけで今日は寝不足だ。昨日のお祭りは楽しかったね。レナも興奮がなかなか冷めなくてなかなか寝れなかったんだよ、だよ。こういうお祭りが何度もあればいいのにね。またみんなで大盛り上がり。ハウン。あ、まあそうだな。みーちゃん遅いね。え？この時間になっても来ないときは先に行ってもいい約束になってるんだけど、どうする？するかな、ケイチ君。もう行かないと遅刻になっちゃうかも。来るよ。学校休むって電話があったわけじゃないだろ。もう5分待ってみようぜな。遅い遅い。待っててくれたわけ。さ、先に行っちゃってもよかったのに。みーちゃん、ひょっとして具合悪くない？
レナの手、冷たいな。みーちゃん、ちょっとだけど熱あるよ。そんな大したことないよ。半日もすればケロッと治っちゃうって。本当に大丈夫かよ。あんまり無理するなよ。あれ、ケイちゃん、気遣ってくれるの？嬉しいな。無理しない方がいいと思うな。先生にはお休みだって伝えとくよ。大丈夫大丈夫、風邪薬も飲んだし、すぐに効いてくると思うから。じゃあ行こうか。くれぐれも無理するなよって言いながら、時間。体にはちょうどいい勝つかもね。走ろ。兄ちゃんだって最上級生だよ。自分の体のことは自分で一番よく分かってるよ。よし、俺たちも行こうぜ。いってててて、何しやがる、里子。私は何もしてないでございますわ。お前以外にこんないたずら誰がするんだよ。あ、消しゴムじゃなくてチョークか。前原くん、お顔を洗ってらっしゃい。はい、喜んで。やっぱケイちゃんはこっちの流しを選んだか。表の方が気分いいもんね。ん？ミオンか。授業サボるなよな。ミオン、具合の方はいいのかよ。眠いのは寝不足じゃなくて、薬の副作用なんだろ？ん？実は内緒なんだけど、昨日はお祭りの後で親族の宴会に巻き込まれちゃってさ。それで、実はエンドレスに突入しちゃって。つまり、
本当に寝不足なのかよ。徹夜明けならそうと言え、紛らわしい。勘弁してよ。体調が悪いのは本当なんだからさ。心配して損したぞ。ったく、ミオンらしいというかなんというか。ああ、でも頭がガンガンするのは本当。だからさ、さっき先生に早退していいって言われちゃった。あ、ずるいやつ。じゃあミオンは、もうこれで帰りなのか？うん、申し訳ないけどね。今日は家でおとなしく寝させてもらうわ。部活できなくて申し訳ないね。今日はケイちゃんがリーダーってことでやってくれない？多分無理だと思うぜ。俺たち部活は全員揃った時しかやらないっていう暗黙の了解があるだろう。ミオンがバイトに行ってる時はいつもそのままお開きだったんだぜ。じゃあな。俺は教室に戻るぜ。帰りは気をつけろよ。ふらふらして側溝や用水路に落ちるなよ。あ、そうそう、ケイちゃん。なんだ？変なこと聞くけど、深く考えないで答えてね。そりゃ内容によりけりだな。昨日の綿流しの晩さ、富武さんと高野さんに会わなかった？富武さんと高野さんはわかるよね。ほらケイちゃん、お祭りの前日準備の時、シオンと一緒に4人でお話ししてたでしょ。さあ、どうかな。会ったような、会わなかったような。そう。じゃあもう一つ質問ね。同じく夕べ、シオンに会わなかった？それ、昨日も聞いたよな。俺、会ったかどうかわからないって答えたと思ったぜ。ん？そうだっけ？また改めて聞いたら、違う答えが返ってくるかなって思ってさ。Thank you.
本当に会ってないんだね。どうして会ったかどうかをそんなに気にするんだよ。大したことじゃないの。富武さんと高野さんとシオンとケイちゃんをね、悪く言ってる人たちがいるの。何が悪いんだかはよく聞いてないんだけどね。私、ケイちゃんが悪いことをするなんて信じてないから。でも、ちょっとだけ聞いてみたかったから聞いてみたの。不愉快な思いをさせてごめんね。ケイちゃんは、富武さんとも高野さんとも、そしてシオンとも一緒じゃなかった。そうだよね。ああ。よかった。あたし、言っとくね。ケイちゃんは何にも悪いことには加わってないって。みんなにちゃんと言っておくからね。元気になってるから。バイバイ。こら、遅いですよ、前原くん。顔を洗うだけなのに時間がかかりすぎです。あ、すみません。ついミオンとおしゃべりを。さ、お勉強に戻りますよ。早く早く。ケイチ、今日はずっと元気がないのです。昨日大はしゃぎしすぎたからに違いありませんわ。迷子になって目を真っ赤にさせて半泣きしてたやつに言われたくねえ。ゆうべのさとこちゃんか、かわいかったよ。はうね、ケイチくん、また明日ね。みーちゃんも風邪だったみたいだけど、ひょっとしてケイチくんもなのかな、かな。え、大丈夫だよ。こう見えても風邪で休んだことはないんだぜ。でもみーちゃんもケイチくんも今日は具合が悪そうだし。気にしてくれてありがとな。大丈夫。バカは風邪ひかないんだぜ。何？ケイチ。悪いんだけど図書館に行って本を返してきてくれない？めんどくさいな。お父さんもお母さんも今ね、ちょっと電話待ちをしてるところで家を開けられないの。返却期限も今日までだし、お願いできない？仕方ないな。でも俺、図書館がどこにあるか知らないよ。あら、知らないの？沖ノ宮の駅前をちょっと進んで、
もしもし。前原です。はい？はい、おりますけど。圭一に電話よ。早めに終わらせてね。もしもし。あ、園崎の妹の方です。こんにちは。今はお時間大丈夫ですか？シオンか。ミオンと同じで、今日は徹夜明けで寝込んでるんじゃないかと思ったぜ。え？それじゃおね、今日はずる休みですか？おねえらしい。ごめんな。ちょっと親が電話待ちをしてるんで、そんなに長話はできないんだ。何のような？お話ししたいことがあったんですけど、長電話が無理じゃ仕方ないですね。じゃあさ、会って話をしないか？ついでに図書館にも案内してもらえるとありがたい。図書館って駅前の私立図書館ですか？別にいいですよ。バイトのついでってことで。じゃあいつもミオンと待ち合わせてる場所わかるか？その先家の小道に分かれる分岐の。あ、ケイちゃん言ってませんでしたっけ？私本家じゃなくて沖ノ宮の家に住んでるんですよ。だから待ち合わせ場所は沖ノ宮駅の改札前なんかにしてくれた方が嬉しいんですけど。じゃあ駅に集合な。すぐに行くよ。じゃあ。圭一、よろしくね。お夕飯までには帰るのよ。へい。じゃあ行ってくれよ。ミオンと違ってシオンは待ち合わせ時間を守るな。しみじみ。おねえを標準にされるといろいろと困ります。お前も昨夜は寝てないんだろ？隠しても無駄だぞ。で、学校を早退したに違いない。残念でした。私はそもそも今日はずる休みしてますので。私お姉より容量いいですから。じゃあ先に用事を片付けます。時間もそんなにないですから。図書館へ行くんですよね？ああ、頼むよ。お袋の借りてる本の返却期限が今日までらしいんで。図書館は遠いのか？すぐ近くですよ。
どこの図書館も似たようなもんだな。すみません、返却に来ました。悪いな、お待たせ。終わったよ。図書館って涼しくていいところですね。私、将来は図書館で働きたいです。地味というか堅実というか、姉と比べると随分とささやかな希望だな。まあ、互いの持ち味を大切にしたいですよね。私たち分身じゃなくてシオンとミオンというちゃんとした個人なんですから。双子は双子なりにいろいろと考えてるんだな。でも楽しそうだよな。俺には兄弟はいないから、うちには俺以外は親しかいない。窮屈なもんだよ。私だってそうです。お姉とは一緒に住んでるわけじゃないですから。え、お姉は本家に、私は沖宮の家に住んでるんです。本家ってなんだ。随分と立派な響きがあるけどな。本家は本家です。園崎家の本家。お姉は跡取りだから、バッチャと一緒に住んで、いろいろと当主としての修行をさせられてるみたいです。ケイちゃんは引っ越してきたばかりでしたよね。自分で言うのもなんですけど、園崎家ってここいらじゃ結構名士なんですよ。え、本当かよ。園崎家はですね、親族全体で助け合う土壌があるんです。今の当主のバッチャが築き上げたんですけどね。沖宮の街を歩くことがあったら、看板とかを意識してみてください。園崎の親族が経営しているお店ってとても多いんですよ。言われてみれば、例のおもちゃ屋も親類の人が経営してるみたいだったな。そういえばエンジェルモートも親類の人が経営してるんじゃないのか。特に金融不動産関係は強いですね。あと商工会議所の役員も何割かは園崎姓かその親類がついてます。沖宮一帯を評伝に市議会議員と県議会議員にも園崎がいますし。ちょっと待て、なんだかすごい話になってきたぞ。ひょっとして園崎家ってこの辺り一帯じゃすごいんじゃ。ねえ、すごいんです。どうもこんにちは。今日はデートですかな。羨ましいですね。
そうだと思ったら邪魔しないで欲しかったですね、おいさん。いえいえ、すみません、知ってる声が聞こえてきたのでついつい。前原さんでしたよね。あなたもタフな人ですね。園崎姉妹を二股かけるなんて。いや、そんな、二股だなんて。あ、ごめんなさい、ケイちゃん。私、もうバイトの時間なんです。そうなのか？うん、また今度。あ、バイトが終わったら電話します。夜なら電話大丈夫ですよね？ああ、大丈夫だと思う。じゃあ、今夜電話しますので、その時に。じゃあ。園崎のご令嬢とこれだけ親しくできるなんて、前原さんもなかなかの大物ですね。私も口の利き方を改めた方がいいかもしれません。アイスティーでいいですか？ミルクは入れます？え？あ、いえ。じゃあ入れますよ。はい、どうぞ。前原さんは園崎さんのことをどれくらいご存知で？さっき聞いた以上のことは何も。園崎家はこの地域一帯を牛耳ってるヤクザ屋さんです。ちなみに彼女のお父さんは関東でも有名なヤクザの大幹部さんです。ご存知でした？大幹部って。シオンさんのご自宅をご存じないんですか？高い塀に有刺鉄線と監視カメラで守られた典型的なヤクザの組長宅ですよ。今度ぜひ遊びに行ってみてください。いえ、まさかまさか。園崎美音さんが継ぐのはそんなちんけなヤクザ組織だけじゃありません。彼女が継ぐのは園崎家そのものですよ。そのあたりの意味ちょっと噛み締めていただけますかな。美音さんがその気になれば、往来の真ん中で人殺しをしたってもみ消せちゃうかもしれないんですよ。証人は現れないだろうし、警察にだって圧力をかけられますし。ミオンは人殺しなんかしないぞ。なしませんしません、ものの例えですよ。大石さんでしたっけ、名前。ねえ、そうです、大石さん。ミオンの家が何だろうと、ミオンは俺の誇れる最高の友人です。
それをあまりけなすような言い方は好きになれないですね。ではザックバランに、そのミオンさんにいくつかの事件の嫌疑がかかっているとしたらどう思います？何かの誤解に決まってるじゃないですか。ミオンは物騒なことを言うやつだけど、そんな悪いことをするようなやつじゃない。前原さん、お静かにお静かに。ここ図書館ですから。落ち着いてください。さっきも申し上げました通り、園崎家はいい意味でも悪い意味でもこの辺り一帯で強い力を持っているんです。ですからちょっと何かあるとすぐに疑いがかかってしまう。その辺りをご理解いただきたいのですよ。ですから私だって仕事で仕方なくやってるんです。ミオンさんを疑うためでなく、ミオンさんの疑いを晴らすために捜査をしている。そうお考えいただきたいのです。大石さん、ひょっとして俺に言おうなんですか？ねえ、そうですよ。前原圭一さん。何かの事件でミオンを疑っていて、その友人の俺に何か聞きに来た、そういうことですか？いえいえ、違います。私は園崎ミオンさんの友人と話をしに来たのではなく、前原圭一さんに話をしに来たのです。ご自宅にお伺いしたらご迷惑でしたでしょうからね。俺に警察が何の用だって言うんですか？そんなに構えなくて大丈夫ですよ。肩を楽にして、ちょっと質問に答えてくださるだけでいいんです。それって職務質問ってやつですか？偶然知り合ったおじさんとの世間話ってことにしましょう。昨夜は綿流しのお祭り、盛大で楽しかったですね。はぐらかさないでください。今さら世間話なんかされても。昨日の綿流しの晩、富竹二郎さんと高野美代さんにお会いしませんでしたか？あれ、写真はどこに行っちゃったかな？ああ、あったあった。さあ、どうでしょう。会ったような、会わなかったような。あれ？記憶が曖昧ですか？まさか、アルコールが入っててよく覚えてないなんてのはなしにしてくださいよ。もう一度お聞きしますよ。夕べのお祭りで、
富竹二郎さんと高野美代さんにお会いしませんでしたか。と、繰り返し聞かれても、答えはさっきと同じです。そうですか。改めて聞けば、さっきとは違う答えが返ってくるかなと思いましてね。では、質問を変えます。ほら、前原さん、リラックスリラックス。同じく夕べのお祭りなんですが、園崎紫音さんにお会いしませんでしたか。すみません、あったかもしれないですけど、あ、ほら、ミオンにもそっくりですから、ミオンと見間違えてるかも。そんなわけはないでしょう。ミオンさんもシオンさんも服装は全然違うんですから、そう簡単に見間違えるはずはありませんよ、前原さん。おいさん、ホタルの光っす。ん？あれは本当だ。もう閉館なんですね。じゃあ前原君、もうこんな時間なんで私たちは失礼させてもらいます。このお話はもっと時間のある時にのんびりといたしましょう。そうそう、前原さん、何ですか。さっきさせてもらった二つの質問ですが、どちらの回答もよく覚えてないでしたよね。はい。参考までに、あなた昨日全員にお会いしてますよ。四人で楽しそうに歩いてたじゃないですか、石段のところで。私がこの目で見てますから。ではまた、
お会いしましょう。良いお年を。もしもし、シオンか？どうも。今日は災難でしたね。そんなこと言わないでください。私、ケイちゃんに一緒に逃げようってサインを送ったじゃないですか。なのにケイちゃん、ボサーっと残っちゃって。ボサーってことはないだろう。シオンがあっという間に置いてきぼりにしたんで、あの後俺は大石のおっさんにたっぷり付き合わされたんだぜ。そんなの私に愚痴られても困ります。ああ、悪かったよ。次からはシオンを置いてくぐらいのつもりで真っ先に逃げ出すようにする。できればレディーファーストでお願いします。
それより、俺に何か話があるんだろ？あ、はい。もしも、もう知ってるなら、改めて言うような話じゃないんです。その、知ってますか？悪いけど、何のことかさっぱりわからないぞ。ヒントくらい出せ。ってことは、知らないみたいですね。実は、昨日の綿流しのお祭りの晩なんですけど。もしもし？ケイちゃん、聞いてます？ああ、聞いてる。昨日の晩、どうしたんだよ。私たち4人、入ったじゃないですか。それでその後、みんなで歩いて、石段のあたりで私たち、みんな別れましたよね。高野さんたちは沢に行って、ケイちゃんはその場に残って。私は親類の人たちのところに行っちゃって。ああ。それがどうした？お互い、質問の返し合いになっちゃうと拉致が開かないんで、私からまず質問します。いいですか？昨夜、富武さんと高野さんに会いませんでしたか？だろ？え？あ、はい。あの後、あの二人には会いましたか？どうしてだよ。だから、どうしてそれを俺に聞くんだよ。ほらほら、ケイちゃん。質問は私からのはずです。答えてください。シオンは会ったのか？シオンが先に答えたら俺も答える。もちろん、会ってません。一緒にいた親類が証明できます。俺だって会ってない。証明って言うなら、ミオンとかレナとか、みんながしてくれる。正直に答えてくれて、ありがとうございます。じゃあ、言いますね。ゆうべ、高野さんと富武さんが死んだんだそうです。ごめん、シオン。今、なんて言った？ゆうべ、高野さんと富武さんが死んだんだそうです。高野さんは焼死体で。富武さんは、自殺みたいな感じで、今朝知ったんです。お父さんが、親類の人からの電話で話してるのを聞いて。なんだよ、喉をかきむしっての自殺って。あの明るそうな富武さんが自殺？何かの間違いだろ。警察がちゃんと検視したんです。自分の爪でガリガリと喉をかきむしって、血管を破いて血をドバドバ出して自分の血で溺れ死んだんだって。そんなバカな自殺聞いたことないぞ。自分の喉をかき破るなんておかしすぎる。大声出してごめん。で、高野さんも自殺なのか？
坂野さんは自殺かどうかちょっと。灯油缶が転がってたそうなんで、焼身自殺の線もあるそうです。自殺なわけあるものか。同じ死ぬならもっと楽な方法がいくらでもあるだろう。こんなの絶対に自殺なものか。私だってそう思ってます。富武さんのだって自殺だなんて考えられない。お社様のたたりってことになると思います。私たちたたられるのに十分な資格がありますから。資格って冗談じゃないぞ。別に俺は。シオン、お前は昨夜細工殿の中に忍び込んだらこうなるかもしれないと予想はついてたのか。まさか。そりゃ多少はヤバいとは思いましたけど、こんなことになるなんて夢にも思いませんでした。それよりもケイちゃん、ちょっとよく考えてください。今年のお社様のたたりはおかしくないですか。死体が2つ見つかったってことです。言いましたよね。例年は1人が死んで1人が消えるんです。2人の死亡が確認されたのは今年が初めてです。確かにそうかもしれないけど、そんなのは大した問題じゃないだろう。いいえケイちゃん、もっと真剣に考えてください。いいですか。二人の死がお社様のたたりということになってるなら、お社様の怒りを鎮めるための生贄もまた二人分必要なはずなんです。そういう理屈になるのか。じゃあなんだよ。富武さんと高野さんが死んだ陰で今年は2人が行方不明になってるってのか。まだ誰も行方不明になってないと思います。多分2人が失踪するのはこれからじゃないかと思うんです。これから2人が失踪する。まさか冗談だろ。
大地、そんなの新聞に出てないぞ。そんなに奇怪な事件なら絶対に新聞やテレビで報道するはずだろう。雑誌記者とかだって面白がって大勢来るに決まってる。マスコミに報道されないのは当然なんです。過去にそうだったから。村長とか、あと園崎家出身の金バッジが警察に思いっきり圧力をかけたんだって聞いてます。じゃあつまり二人の死は秘密裏に処理されてしまったということか。そういうことです。もちろん警察は捜査をしてますよ。でも秘匿捜査ということなので捜査活動にはかなりの制限が加えられているそうです。これは事実上の捜査妨害と言えるでしょうね。もっと噛み砕いて言うと、渡流しの夜に誰が死んでも公にはならないということです。そんなバカな話があってたまるか。ケイちゃん、私以前にお社様のたたりは村人が起こしてるかもしれないって言いましたよね。つまりそういうことなんです。この雛見沢では毎年渡流しの夜にお社様のたたりということにして誰かを殺してもいい土壌がいつの間にか作り上げられているんです。バカな、毎年死者と行方不明者が出るんだろう。いくらマイナスイメージって言ったって警察にも限度があるだろう。毎年の事件が不可解って言うなら警察も本腰を入れられるんでしょうけど、何しろ毎年の事件は個別に解決してますので連続事件という形にならないんですよ。たまたま毎年渡流しの晩に不幸なことが起こる、それだけのことに。なのになぜか毎年渡流しの晩に不幸な偶然が起こる、連続事件にしたくても連続にならないんです。それでも毎年必ず誰かが死んで誰かが消えていく。じゃあ俺たちも狙われるって言うのか。毎年一人死ぬと一人が消えるように、富武さんや高野さんの道連れに消えさせられるっていうのかよ。俺たち、そりゃ確かに入っちゃいけないところだったかもしれないが、見ただけだぜ。何かを盗んだり持ち出したり
見たことを誰かに喋ったわけじゃないんだぜ。大地、俺はあんなの見ても全然面白くなかったし、高野さんが見て一人で大喜びしてただけだろ。悪いのは高野さんだけだよ。俺は全然関係ないぜ。興味もないし関係ないし、あの中にあったものだって知ったことじゃない。俺はもともと興味なんか全然なかったんだ。リカちゃんの演舞を見ていたかっただけなんだ。それをシオンが勝手に連れ出したんじゃないか。あの二人が泥棒しようが合い引きしようが知ったことじゃない。そうだよ、そもそもシオンが中に入ろうって言い出したんだ。ケイちゃんは見ておく必要があるとかなるとか思わせぶりなことを言って中に引き込んだんだ。どうしてくれるんだよ。俺は全然関係ないんだぞ。どうすんだよ、どうすんだよ。どうやって責任を取ってくれるんだよ。おい聞いてる。もしもし、前原です。あの、前原さんのお宅でしょうか。夜分遅くに失礼いたします。君吉と申します。ご主人様でいらっしゃいますか。いえ、違いますけど、親父に用なら呼んできます。あ、いえいえ、お忙しければ結構なんです。実は恐縮なんですが、うちのおじいちゃんがお邪魔してませんでしょうか。いえ、誰も来てませんけど。そうですか、夜分遅くに申し訳ありませんでした。失礼いたします。